こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、アイです。今回は Xiaomi の TWS、Redmi Buds 3 Pro のレビューです。着脱検知、IPX4 の軽めの防水、急速充電、ワイヤレス充電、デュアルデバイス接続、アクティブノイズキャンセリングなどの機能があります。フェーズ1ではアプリの簡単な紹介、アクティブノイズキャンセリングの測定結果、遅延などを中心に見てみます。Buds 3 Pro は夏頃買ったんですよね。そうだね、コントロールアプリが使えなかったからちょっと放置していたんだけど、レビューのために久々に Redmi Note 10 Pro とペアリングしてみたら、 UI の一部として Buds 3 Pro の詳細設定ができるようになっていたんでちょっとびっくり。 OS アップデートが来ていたから、多分その時に UI ごとアップデートされたのかなと。ちなみに Redmi Note 10 Pro に Google Play で探して入れた Mi Buds M8 というコントロールアプリも使えました。 Redmi Note 8 Pro でも使えています。Buds 3 Pro は Xiaomi のスマホじゃないとうまくアプリが使えないんじゃないかって思ってたんだけど、 Mi Buds M8 を入れたら Asus Zenfone Max Pro M2 でも使えたんで嬉しい誤算だったね。自分の試した結果はこんな感じですが、動作を保証するものではありませんのでご参考までということで。アプリが使えるようになると何がメリットなんですか？ノイキャンが4つのモードになっていて切り替えができること、外音取り込みも2つのモードから選べること、タッチコントロールをアサインできることと、まあよくあるアプリの機能なんだけど、やっぱりあれば嬉しいよね。なるほど。遅延はどんな感じですか？ゲームモードもないし、対応コーデックが AAC までだから実測でこんな感じだったよ。 230ms ってとこで、まあ普通に遅延するね。ドラマ視聴やゲーム向きではないね。そうなんですね。アクティブノイズキャンセリングの効果はどの程度なんですか？最大-35dBということで、体感では結構効果あると思うよ。外音取り込みも外歩いてて周囲の音がよく聞こえたし、ホワイトノイズも特に感じない。まあマイクで周囲の音を拾うんで、そういう意味での不自然さは若干あるけどね。言葉だとちょっと分かりづらいというか、基準がないから判断しづらいですね。でもやったんでしょ、測定。頑張ってやってみたよ。音収録と波形でノイキャンの効果を見ていただけるようにしてみました。どの帯域でノイキャン効果があるか知りたかったので、スピーカーから全周波数を一定に出力するピンクノイズを出力し、マイク付きの同音管で収録しました。スピーカーの特性が加わるので、そのままでは波がデコボコして使えないので、補正を加え、ほぼ水平になるようにしています。50Hz 以上 10kHz 以下を有効範囲としています。最初はスピーカーからの音を同音管にイヤホンを刺さない状態で収録、次にノイキャンはオフでイヤホンを刺した状態、あとはノイキャンや外音取り込みを切り替えて測定しています。アダプティブモードというノイキャンモードがあり、騒音の大小によって効果を自動で切り替えるようですが、 70dB の騒音下で測定したので、このモードはマックスの効果になっていたので省略しています。ではご覧ください。ピンクノイズが出ますので、音量に注意してください。なるほど、これなら効き目がよくわかりました。やっぱり全帯域に効果があるものではないんですね。そうだね、帯域中心で主に 1kHz 以下の効果が大きいみたい。 Buds 3 Pro の外音取り込みの音声増幅が結構すごかったね。ノイキャン効果は遮音性が関係するので、装着感が気になるところですが、本体が小さめでフィット感がいいので、愛は気に入っていますよ。一見ちょっと変わった形に見えるけど、装着感は意外と良かったね。日本向けにも発売されたようで、7000円ぐらいするみたい。私は早期の割引期間に5000円以下で買えたんだけど、機能面から見ると結構充実しているので、7000円ぐらいなら妥当な価格のようにも思えるね。ということで、フェーズ1はここまでです。フェーズ2では音質比較動画、アクティブノイズキャンセリング、オン・オフ時の波形の変化など、音質関連を中心にお送りします。ではまた次の動画で。